どうもこんにちはです。今日は2021年9月の12日日曜日かな。はい、私のアップルウォッチシリーズ6で日曜日を示しております。いやー、私がアップした数原慎様のね、さよならサザンカがアクセス数がすごいね、もう1万突破しました。あれはさ、別にアクセス数を伸ばそうと思ってね、アップしたわけじゃないですよ。皆さんあれで勉強しましょうっていう意味でね、アップしたわけです。だからアクセス数は私は気にしません。あれを聞いて勉強してください。あの英語の発音、例えばね、よく聞いてよ、あれタラララタラだかな、タタタラララタタトゥラララタタタラララ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 タラタラララタラタタラタタラララタラル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 タラ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 タタタタがね、英語なの。英語の発音、タタがタタ、そこを勉強してほしいんだよね。笠原さんのあのさよならサザンカ1万突破した記念にね、だからそこをよーく聞き逃さないようにね、それを私伝えたくてあれをアップしましたね。だから私はアクセス数は気にしておりませんからね。タララルタルトゥルルルタル。ところで、はい、今日はこれ安いねオーディオテクニカのヘッドホンでやっております。ここにこれ Bluetooth が2個ついてますね。2個ここにくっつけてあるの、これね、オーディオテクニカのあのアップルのさ、あのヘッドホンのマックスの6万ぐらいするでしょ、6万以上するでしょ。6万出すんだったらばさ、M2 の 4TB 欲しいよね。 M2PCI の 4TB。 ヘッドホンだっていっぱい持ってんだもんね。さ、これもこうでしょ、 AirPods でしょ、これ自分で作ったハイレゾのこれでしょ、ハイレゾからさ、ハイレゾでしょ、これでしょ、これ AirPods の初代モデル、これもこれかっこよくなっちゃった。これ革ベルトつけてさ、こうでしょ、こうでしょ、これもほらこれね、これあのエアパッツシリーズ2を買おうかなと思ってね、中古でも何でもいいからさ。あれワイヤレス充電式でしょ、でなくて私この マグネット接続でさ、ここにこう乗っけて、これでしょ、これストッパーを外してさ、これバッテリーこっちにこう移動、こっちに移動。いや時間があるっつうことはこんな幸せなことはないね。何でも作れんだもん。100円ショップが近くに2つもあるからさ、ねえ、こうでしょ、こっからこうにもできるでしょ、こう
これカチャッとさ一個あげるかい、これ使ってみなさいよ、これ便利だから、本当に本当に便利、これなくさないから、そんでこうしてこうストッパーを必ずかけることね、ストッパーをこうピッとこうピッとかけてさ、なくさない、どこ行ったらって探す必要もないしさ、バッテリー充電して1個2個3個あと家に2つあります、家に2つ、あとおっぱいマスクの軍団、おっぱいマスク、おっぱいマスクもいっぱい作ったんだよ、だもん。ほんとこれ、ほんとこれが一番好きなのね、私ね、これハイレゾ、私が組み立てたね、前紹介したでしょ、バッテリー3個入れて、バッテリー3つ入れてね、連続3日持つの、これね、並列つなぎでさ、Bluetooth で、これ音悪いからバシッと切ってハイレゾのスピーカーつけたら、これハイレゾスピーカーが入っております。うん、これが一番安心してさ聞けるよ、だってここにボタンピッと押せばさ、Siri が起動するでしょ、でボリュームもついてるし、これマグネット充電ついてるしさ、ね、このにゃんこ先生が、これが右側って意味ね、これが右側、これが本当は一番好きなの私ね、だって連続3日持つんだもん。でもこの安いオーディオテクニカのこれも音いいんだよね。うん、でこれは今日外します。だからダモンさ、イヤホンもいらないよね、 6万も出してエアポッツのマックス買ったってさ、あのヘッドホンのね、ヘッドホンのアップルの、いや実際聞いてみるとさ、すごいこう耳をカバー全部サポッと入っちゃうから気持ちいいんだよね、耳がズボッと入るからさ、うん、それであの空間オーディオもね、こうあっちこっちあっちこっちこう聞こえるのね、実際使ってみると音はいいんだよね、面白いんだけども、ただそれだけなんだよね、うん、だからあんまり興味ないですね。今日もバックの 3C、 いや風原さんのね、風原慎さんのあのさよならサザンカ1万いきました、1万アクセス数すごいね、やっぱし風原さんの力はすごいと思いますね、ありがとうございます。私はどちらかっていうとアクセス数よりも内容です、内容をよく理解してくださいね、なんで私がアップしたか、はい、あの音の美しさとさ、あの音の色気と、あのアタック、タダダダタダダダダダタダダね、このタダをね覚えてほしいんだよね。というわけで、真っ黒三水。
ね、タダダダタダダ、これ。これが英語になってるかなってないかの差なのね。時は必ずね、メトロノームで、メトロノーム、昨日やったのはあれ失敗、メトロノームつけるの忘れたからさ、ディセだペン、これも英語の発音ね。ないからわかんない、ごめんね。以上でした。バイチャー。